誘導員赤番で退避しまして、5番の高谷正彦一旦赤番で切っています。1番西浦久江は中段の位置3番手、6番の田中和馬ですが、この位置からどうでしょう、ゆっくりここで下げていきます。5番の高谷正彦赤番で切りまして先頭の位置、1番西浦久江は中段キープで3番手から、その西浦がかけていきそうな気配です。ジャンの4コーナー高谷正彦を叩き切って1番西浦が主導権、最終周回6番田中一馬後方6番手からまくり上げて1コーナーカーブへと差し掛かっています。先行1番西浦久也、マーク7番富永増夫、まくってくる6番田中一馬、田中一馬まくってきまして3番手から2番手浮上、マーク2番の高田大輔、バックから3コーナーカーブで3コーナーカーブどうやらまくり切りました。6番田中一馬追走、2番の高田大輔に切り替える7番の富永増夫、4コーナー回って直線です。先頭まくり切りました。6番田中一馬、あとは迫った2番の高田大輔。先行しようと思ったんですけど、ジャンですごいやり合ってくれたんで、詰まってそのまま行けたんで、よかったです。展開が見たす。まず113番です。初めて決勝乗れるんで、乗れたんで嬉しいです。あと立ち上がり見て、またライバルか参戦頑張ります。現場所と違うんで、はい、どういうところがって言われました。いや、全然強いじゃないですか、普通に自信持っていったんで、はい、しかもね、結構警戒されて、そうですね、全部引いて、うん、自信持ってたんで、でも差し上げていけんすもんね、あれ情けないな。ただ横演習できましたね。ああ、そうですね、思ったより強かった。まあ、明日はさせるように頑張ります。させたら優勝です。そうですね、情けないです。